どうも、お疲れ様でございます。えー、今回はですね、藤井聡さんを取り上げてみようかと思います。えー、石丸慎治さんに対してね、まあかなり激しい論調で語られていたのを、まあ X 上で橋本徹さんとかね、堀江貴美さんが反撃したということで、なんやかんやで、えー、騒ぎが起きております。まあことの発端なんですけども、藤井聡さんがね、 今回の東京都知事選に対して、やっぱり自分なりの発言をしてるわけなんですよ。で、藤井聡さんね、通常は私もね、ものすごく聡明な方だと思われていたんですけども、この件に関しましては、まあ老人の悲しい嫉妬としか思えないかなというところでございます。まあ、ありてに言えば、若い目は潰しておこうという形ですよね。やっぱり若くてね、人気が出て、 そして魅力的でチャーミング。そして賢い人が出てくると、老人はね、やっぱりこうやって嫉妬してですね、いやいや、こいつらは何もわかってないよっていうところから始めるんですよ。まあそこに加えて藤井聡さ,さん、まあ最近はね、藤井さんへの注目度がかなり薄れているところから、この辺で逆張りして、自分の発言に反応する人を集めて、再度注目させようっていう作戦なのかもしれません。 まあ藤井聡さんが言われていることってのは、3つぐらいあるんですけども、例えばね、今回みたいなことが起きてしまって、民主主義の危機だというふうにまず言われてるんですよ、でこれはね、あの石丸慎二さんが出てきたから、民主主義の危機になったっていうふうに、ま,あ、まるで言われてるというようですけども。 まあそもそもね、石丸慎司さんが現れる前から民主主義が危機だっていうふうに結構訴えかけてきたのは藤井里さんでしょ。で、民主主義の危機っていうのはどういうことかっていうと、民主主義が機能していないんではなくって、民主主義ってものをね、国民が使わなくなってきたってこと。まあ例えば投票率が5割ぐらいなね。まあそんな中で国政選挙が行われていたりとかね。 えー、国家の総理大臣がその中で選ばれていたりとか、間接選択とは言えな、ね、いそういうことになっていることなのかなと思います。まあ、ここはね、藤井里さん、まあ、たくさん発言してらっしゃるんで、えー、どこをね、引用すればいいのか、非常に難しいところなんですよ。もう、とにかく民主主義の危機って言ってるんですよ。まあ、これは長い間、その中心にいた藤井里さんが、何をやってきたのってことなんですよ。民主主義の危機ってのは、 一朝一的に最近急に出てきたものではなくって、随分昔から藤井聡さん自身がそれこそ30代40代の頃から感じられていたんではないかなと思います。それが藤井さんが止められなかったわけでしょ、うん、で、たまたま今回石丸真二さんが出てきたから、石丸さんのせいにしようと思ってこんな発言をしてるのかなと思います。少なくともそう捉えてしまいかねないような発言でしたよ。民主主義の危機は石丸真二によってもたらされたんでしょうか そうではなくって、国民全員が共有する責任なんでしょうか、で、藤井さんはその責任を担ってないんでしょうか、少なくともオピニオンリーダーとして、安倍内閣の参与として、そして京都大学の教授としてですね、自分なりに藤井聡さんは、そういった民主主義に対して手当てをする立場にいたんじゃないかなと思うんですよ。つまり、 民主主義の危機をもしね、発するならば、藤井さん、あなたのせいですよ、と、私は言いたいかなと思います。で、二つ目、詐欺師と一緒だ、というふうに言われてましたけども、公の選挙で、何ら買収をしたわけでもなく、クリーンにやっただけで、詐欺と一緒っていうのは、これは一体どういうことなんでしょうかもしかして、石丸さんは、京都大学を卒業したっていうことが、詐欺と一緒なんでしょうか いや、カイロ大学出てるなんとかっていう人、こっちの方にそれはね、向けてほしい言葉だと思います。またですね、藤井さん、京都大学の教授なんでしょ自分の後輩、自分の母校から出た優秀な、少なくとも金融業界に進んで、そこの地位をね、金繰り捨てて、批判大きい政治の世界に飛び出てきた石丸真二さんをなんで潰そうとするんですかと。 あなたの後輩ですよと。何やってんですかと。少なくとも、ひいきめに見て、守ってあげれるような立場になれないんですかね。なんと先輩がのない先輩でしょうか。まさにね、こんな人が教授になるぐらいですから、京都大学がまさに危機じゃないかなと。京都大学が詐欺と一緒じゃないかなっていうふうに見えてしまいますね。で、3点目ですけども、赤で書いてます。 有権者は政策ではなくてイメージで投票したっていうふうに言われてるんですけども、うん、これはね、二十三十の意味で間違えてます。一つは、街頭演説では確かにね、イメージを先行して多くの人の注目を集める、そんなパフォーマンスがあったのはありました。しかし、そこを通じて、インターネットで検索して、この石丸真司さんの政策を見て、そして、しっかりと選択した結果、有権者は投票に行ってるはずなんですよ。 少なくともそういうふうに見るのが有権者に対する敬意じゃないですか。この石丸晋二さんが集めた165万票が、まあ全部と言わずしてもですね、イメージだけで投票した馬鹿の集団だっていうふうに、まあ切り捨てるのはなかなか賢い京都大学の教授の言葉とは思えないですね。少なくとも有権者がね、イメージで投票しようが、考え抜いた末で投票しようが、 人に誘われて投票しようが、投票に行かなかろうが、それは民主主義を使ったってことなんじゃないですかね。まさかね、投票に行ったら怒られるみたいな、そんなことをして投票率を下げることに寄与しようとしてんじゃないかなと。藤井さん、何をやってるんですか <laughs> と思いますよ。まあ、とりあえず、日げは反りなさいと。あなたは、お札にでも呪おうとしてるんですかというふうに思いますね。はい、まとめまして、藤井さん、お年を召されましたね。 若い面には、やっぱり散歩譲ってあげないと。おいては子に従いという言葉もありますけども、京都大学でそういう教育はしてないんですかね。若い面は潰しておこうみたいな感じでね。寄ってたかって石丸叩きをしているところに、何もあなたが乗っかることはないでしょうと。目を細めて遠くで見ておけばいいじゃないですか。そして、先輩として言いたいんだけどな。みたいな感じで、ぜひオフレコで石丸さんに温かい言葉をかけてあげればよかったんじゃないですか。 はい。ということでございます。今回は藤井里さん、いまいち冷静さを書いた発言でしたね。今回のことはね、藤井さん自身の首を絞めただけになっちゃったんじゃないかなと思います。それでは。